はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんに寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、ごぼうのお話です。まあね、ごぼうとはかけ離れた色をしてますけども、皆さん、ごぼうはお好きでしょうかね。ごぼうはね、何よりね、お通じを良くしてくれることで有名なんですが、それをね、目の当たりにしたことがありまして、僕がね、出勤できてた頃にですね、そのカラーやパーマっていうののね、待ち時間の間にですね、お客様にお飲み物をね、出すサービスをしてまして、そのメニューの中にごぼう茶っていうのがありましてね、それをお飲みになられた一人のお客様がね、次回ご来店された時にこうおっしゃられてました。あのごぼう茶飲んで帰った後にトイレがすごかったんですってね、僕よりね、10歳くらいね、若い女性だったんですけども、その方もね、今ご結婚されて可愛い女の子の赤ちゃんをね、最近ご出産されてね、すごいね、モデルさんみたいなね、綺麗なね、お客様なんですよ、本当に。でそんな子の口からまさかトイレがすごかったってね、いうね、発言があったことに僕はね、びっくりしてしまいました。それぐらいごぼうの威力が体にマッチすると勢力を増すようなんです。そんなごぼうなんですけどもね、僕たちがごぼうと呼んでいるその長いごぼうっていうのはですね、江戸野菜の滝野川ごぼうからね、品種改良されたもので、この11月頃からね、旬を迎えます。でごぼうには様々なね、栄養成分が含まれてますけどもね、最近すごい話題なのがですね、水溶性食物繊維であるイヌリンとかね、不溶性食物繊維であるリグニンです。イヌリンをね、摂取することでね、中性脂肪をつけにくくしたり、食後の血糖値の上昇をね、穏やかにするね、効果がね、期待できます。リグニンっていうのはね、腸内で便量をね、増やしてくれて、蠕動運動ね、腸がこう、ミミズみたいにね、こうグニュン、グニュン、グニュンっていうのを蠕動運動っていうんですけども、その蠕動運動を促す働きがありますので、便秘の解消に役立つとされています。これらの効果をね、より感じるにはね、夕食前にね、食べることなんですよ。でそしてね、その時に、血糖値の上昇がね、抑えられることがね、分かっています。またね、イヌリンっていうのはですね、腸内細菌層っていうのをね、整える働きを持つね、プレバイオティクスとしてのね、働きがあります。イヌリンをね、朝起きたね、絶食時間がね、長い朝食にね、摂取するとですね、腸内細菌層に、ね、大きくね、影響を与えてね、腸内環境をね、改善することが報告されています。でそんなイヌリン、リグニンを含むごぼうでもね、同様に検証を行ってね、成果を出してるんです。このね、腸内環境をね、整える際にね、水溶性食物繊維だけをね、摂取するのではなくてね、不溶性食物繊維も合わせて摂ることで効果が大きくなることも分かっているので、食物繊維が 100g あたりね、水溶性食物繊維がね、2-3g でしょ。で不溶性食物繊維が 3.4g とね、バランスよく含まれているごぼうはまさにですね、腸内環境を整えるのにね、理想的な食材と言えます。そしてね、水溶性食物繊維っていうのはね、その名の通りなんですけどもね、水溶性なので水の中に流れ出してしまうんです。煮物やね、汁物にした場合はですね、水分中にはですね、食物繊維がすごい残っているので、汁も一緒に食べるといいでしょう。だから水汁なんか最高ですよね。なのでね、ごぼう茶っていうのはですね、水に溶け出した栄養をがっつり取ることができるので、ごぼうをね、手軽に取れる理想の飲み物なんですよね。そしてね、ごぼうをね、料理で使う時にね、アク抜きってするでしょう。でその抜かれるごぼうのアクというのは主にポリフェノールなんですよ。代表的なポリフェノールであるね、クロロゲン酸類っていうのはですね、抗酸化力がすごい強いので、疲れた体の回復に期待できます。でアルクチンっていうのはね、肝臓がんのね、進行をね、抑制する報告もあります。ポリフェノールがね、一番含まれているのがね、皮なので、なるべく皮を剥かずに調理してね、アク抜きするときも水の中にね、長時間放置せずにね、3分ぐらいでね、取り出すのがいいでしょう。でもたまにありますよね、アク抜きで水につけてるのを忘れてて、そのまま料理がね、こう仕上がってしまったというね、なんと間抜けなことをしてしまったんだというね、ことがね、僕もたまにあります。だからね、結局ね、その日にね、使ってしまいたいときは、ごぼうだけのきんぴらになってしまうんですけどもね。でもね、別に
にね、きんぴらにしなくてもそのままフライパンでいいってね、乾燥させてね、お茶にしてもいいんですけども、でもお茶にするにはですね、干さないといけませんので、それはね、時間がかかりますのでね、要しません。それかまあそのままつけておいて、つれてる汁も水もね、料理に使えばね、いいんですけどもね、その、まあ、次の日に使えばいいんですけども、そこまで頭が回ったことがないので、まあ次回はね、使い忘れたらそうしてみます。まあそんな感じでね、皆さんもね、今が旬のこのごぼうをね、食べてください。で、そしてね、ごぼうにもね、アレルギーがあります。キク科の植物になりますので、アレルギーがある方はお控えください。まあそんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。